今日ちょっと具体的に教えてください。はい、凍土壁自体はですね、ブロック13ブロックぐらいに分けて、それぞれ並行してですね、作業を進めていこうと思っていますけど、もうすでに、6月の初めからですけども、山側ですね、山側というか、どういったらいいのかな、北側のラインですかね、そちらと、あと山側の方とですね、そちらの方で今工事を進めているような状態です。今後どんどん掘削の機械を投入していって、掘削 の、 量というか本数はどんどん増やしていきたいというふうに思っています。あと一部報道で一部報道で凍土壁が凍らずに汚染水などが漏出する恐れがあると報じられているんですが、そういった不安要素はあるんですか？まだ凍土壁自体はですね、すでに実証試験もやっています。でその中でもきちんと地面が凍るということは確認してございますので、今の時点で私は凍土壁がうまくいかないというふうなことはあまり考えていません。わかりました。じゃあ角下さんどうぞ。すいません、じゃあすいません、こちらすいません、福島中央テレビの山下と申します。3点ほど、すいません、暑さ対策なんですけど、暑さ対策で、具体的にどのようなことをされているかということと、あと実際その対策をやることにより、この作業員の方 の、 このミスが減ったりだとか、怪我をしたりだとかっていうのが、減ってるかどうか、あと1点、その熱中症の数自体はこの暑さ対策をやって、どのような感じになっているか、この3点をお願いします。本当に暑くなる時期というのはこれからだと思っています。で去年おととし熱中症対策ということを中心にですね、暑さ対策いろいろやらせていただいてますけども、一つは装備的なものですね。例えばクールベストっていう凍ったものをですね、胸の中に入れて作業をすると、要は体を冷やすということを中心な装備をやっていたり、あと、もう一つは作業する時間帯、これもですね、なるべく昼間の暑い時間、例えば12時から夕方の4時とかですね、そのぐらいまでは作業をしない時間を作って、朝早くから作業を開始して、なるべく午前中のうちに作業を終えるというふうなことを工夫としてはいろいろやっています。その中で、当然ながらですけど、塩分を取ったり、あと水分を十分取ったり、それから適宜ですね、例えば1時間に1本休みを入れるとかいうふうなことは、これはその場その場のですね、班長さん含めた判断でやっていただいていますけども、そういうことをやりながら、おととしよりも去年という感じで、例えば熱中症の数自体は減っていますので、今年もきちんとその対策を取っていくことで熱中症の数は減らしていけるのではないかと思っています。ただ去年の今頃に比べると作業員さんの数がですね、ほぼ倍近くに増えていますいると言っていいと思いますので、そういった意味でですね、数自体が本当に全部減らせるかというのはまたちょっと考えなきゃいけませんけれども、いずれにしてもいろんな対策はできるだけの対策はきちんと取りたいというふうには思っています。はい、じゃあどうぞ。ニコニコ動画の七尾です、よろしくお願いします。2つあるんですが、すでに報道でもありますように、2と3号機のタービン建屋からですね、海側のトレンチに流れ込んだ汚染水を抜き取る作業について、付近の水が凍ってないということがあるんですが、今の最新状況としてはどういった状況でしょうか？まだ水は十分凍っていないところがあるというふうに思っています。ただその原因についてもですね、大体今我々としての推定ができています。その原因をですね、きちんと詰めて、その原因に対応するような対策を取るということになるかと思っています。ただ最終的にですね、我々の目標は水を凍らせることではなくて、基本的にトレンチの中からきちんと水を抜いて、そこにそこを埋めてしまうということです。ですから最終的な目標をですね、見失わないで、例えば凍らないということであればですね、それなりの対策がまた別に取れるということもありますので、そこら辺はきちんと何ですかね、いろんな対策、凍らせるということに固執しないで、いろんな対策を考えていきたいというふうには思っています。あともう一点なんですが、すでにですね、トレンチとか配管などその埋設物が800箇所あると言われてまして、今度ですね、170箇所がトレンチ管とライン上に重なっているという指摘があるんですけども、その重なっているとかなりその工事が大変だと思うんですが、安全性の担保というのはどういうふうに考えていますか？工事というのは埋めるときに、凍土壁のことをおっしゃってますか？ライン上に170箇所重なってますよね。ですね、埋めるといってもですね、それは使う、例えばグラウト、コンクリートみたいなものですけども、それの多分使い方だと思っています。非常に流動性の高いものから
領土性の低いものは当然ありますので、領土性の高いものを使って、まあ、ちょっと時間固まるのに時間はかかるかもしれませんけれども、それで私は十分障害物はクリアできるというふうには思っています。はい、じゃあどうぞ座ってくれ。すいません、TBS ラジオの崎山と申します。2つお願いします。今から堂々射精壁見るんですけれども、堂々射精壁の作業者の中には、まあ、結構特殊な技能のある方もいて、そういう方が被曝量多くなってしまって作業に出れないということになると困ると思うんですが、どういう被曝の低減対策をやっているのかということと、あと5号機が今使用済み核燃料が冷却できない状態になっているというふうに昨日の時点では聞いてたんですが、これは現状どうなっているのでしょうか。この2つを凍土壁の関係のですね、被爆の関係はこれは我々としても非常に大事な問題だと思っています。作業員さんに余計な被爆というか不必要な被爆は絶対させたくないと思っています。でそういった意味で今いろいろ被爆のですね、低減対策を打っているところです。現場に行っていただくといろんなところに遮蔽帯が置いてあるということがお分かりいただけるかと思いますけども、まあ、それによって一応その遮蔽帯を置く前よりはですね、5分の1とか結構な遮蔽効果が得られてはいますけども、まあ、それにとどまらないでですね、これからどん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 被爆の低減対策というのは打っていきたいと思います。それと合わせて作業員さん一人一人の被爆管理というのも非常に大事になりますので、当然おっしゃられたようにある意味非常に技能を持った作業員さんですので、そこら辺は作業員さんパンクしないようにですね、十分な被爆管理と被爆低減ということはきちんとやっていきたいというふうに思います。それから5号 の, プールの冷却が停止している件ですけど、冷却ができないという表現ではなくて、要はプールの冷却系が今止まっているわけですけど、当然ながらその冷却が止まったときに別途冷却するような術というのは当然これ季節ですので持っています。ですからもう起動したのかな、僕はちょっと今日ちょっとした要は非熱モードといって別なですね、要は原子炉の方を冷やす冷却システムをプール側にも使えるようになっていますので、そういう意味ではもうプールの冷却が再開をされています。まあ、そういう意味で一番大事なのはその冷却が停止 したとしてもですね、例えば65度とか100度とかいろんな温度制限ありますけども、そういう温度制限に至ることがないように我々としてはきちんと状況を見ながらですね、対策を打っていくことだというふうに思っています。そういう意味で今日はもうすでに冷却が開始できているというふうに私は思っていますけども。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません、日本テレビの森と申します。よろしくお願いします。2、3号機の美川トレンチの排水を抜けない問題で、昨日検討会でもですね、東京電力さんの報告の中で、流水が原因であろうということは言ったわけですけれども、ただ一方でですね、流水が原因だと、で実証実験も当然やっていて、実証実験の想定が甘かったということも東京電力さんの説明の中でありました。で先ほど所長もですね、凍土壁の方をこれ実証実験やっているので大丈夫というお話ありました。当然方法は違うというのは重々承知しているんですけれども、その実証実験自体が想定が甘いということはないんでしょうか。凍土壁の件でしょうか。あくまでも試験ですので、実際にやってみないとわからないところはあるかと思っています。ただトレンチのですね、止水の関係と比べるとですね、トレンチの方はどちらかというとちょっと私としてもですね、もう少し考えてやるべきだったというところはあるかと思っていますけど、流速の関係で当然そのタービン側と水がつながっていて息しているわけですから、どんどん凍っていけばいくほど流路面積が小さくなります。ですから同じ流量が行き来するんであれば、当然その流路のところの流速は速くなる。で多分これ我々も子どもの頃あれでしたけど、水流しとけば水道管が凍らないということはありますので、多分それと同じような現象が起こっているんだというふうに思っています。ただ一方で凍土壁の方はですね、当然その流速の関係っていうのは全然これはもう条件がまず違いますので、あんまり心配する必要はないと思っていますし、で凍土壁の方での実証試験もですね、いろいろやっぱりきちんと考えて要は現場でやっているというのが非常に大きいんじゃないかと思っています。実験数レベルとかそういうところでですね、実証試験やっているのと違って、現場の例えば土を使って現場の方の状況を抑えながらやっているということなので、ちょっと言い方悪いですけど、トレンチの方でのですね、実証試験よりは私は精度は高いんではないかというふうには思っていますけど。ありがとうございます。
あともう1点だけ、作業員の数がですね、中長期ロードマップの発表の時でもありました、7月はですね、まあ、1日5000人以上想定されるということですけれども、人数が足りなくなるというような恐れとか、そのあたりはどのように考えていますでしょうか。私は人数が足りなくなるという心配は実はあんまりしていません。ただじゃあそのまま元芸のですね、協力企業の方々にお任せしておいていいかというと、これもそれ、まあ、間違っていると思ってまして、例えばその3年先にですね、こういう工事があるとか1年先にこういう工事があるというところが各企業さん分かっていればですね、その企業の工事規模に応じた作業員さんの確保というのは基本的に可能になります。ですからそういうやっぱり環境整備をまず我々発注者としてですね、行う必要があるというふうには思っています。まあ、それはこれまで以上にですね、より精度を上げたりする必要はあると思っていますけども、そういった意味で作業員さん、まあ、多分これからももっと必要になるかもしれませんけども、私は確保は十分できていくのではないかというふうに思っています。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。ちょっとだけ朝日新聞の畑野と申します。海側のトレンチ の処理になかなか時間がかかると、特に後半 その海側の凍土壁の工事のスケジュール非常に心配になってくるかと思うんですけれども、その辺今所長はどういうふうに考えていらっしゃいますか。今ですね、海側の、トレンチの止水、まあ、あと水の移送、それから埋め戻しというんですかね、それについては一応年度内ということを目指していますけども、おっしゃられる通りです。その年度内でやっとできるという状態であればですね、凍土壁の方と完全に干渉しますので、今はできれば1月ぐらいまでにですね、なんとか終えたいというふうに思っています。まあ、あと半年ほどありますけども、今の段階であればですね、まあ、止水の方うまくいってないということはありますけども、そこら辺は一生懸命取り戻してですね、いけるんではないかというふうには思っていますけど。はい、フリーランスの友と申しますけれども、今のトレンチの件なんですが、先ほどの水のことが目的という話ありましたけど、例えば凍らなかった場合にですね、他に手立てというのは今すでに何かこう代替案みたいなのはあるものなんでしょうか。まあ、例えば先ほどちょっと申しましたけど、まあ、モルタル系のものを入れるとかですね、いうことは可能ではあると思っています。ただ凍土壁じゃない、凍らせるやり方っていうのは可塑性があるんですね。要は電源切ればそのまま溶けていってまた水が流れるようになるっていう可塑性があるので、モルタル絨毯みたいなことはですね、ある意味可塑性がないものですから、もしやるとすればですね、十分検討してですね、やっていく必要があるというふうには思っています。それだけ可塑性がないことでのデメリットというのは、あそこのトレンチの部分にはあるんですか。固めてしまってですね、変なところに例えば隙間があって、そこのところからそうなってしまうと、今度例えば埋められないとかいう話も出てきますので、そこら辺は十分中の状況を抑えながらですね、考える必要があると思っていますし、これからということでよろしいですか。まあ、並行して進めてはいますけども、本格的になるのはこれから、まずは凍らせるということにですね、主眼を置いていくのかなというふうに思っています。はい、他は、はい、福島テレビです。昨日5号機の燃料プールの冷却停止で、福島県から申し入れ2点あったと思うんですけれども、1点が、まあ、代わりの手段があるにしても、やっぱり絶対この原子炉の冷却と燃料プールの冷却というのはすごい県民の最大の関心事だということでの、まあ、決定ですね。あとはもう一つ情報提供公開をしっかりしてくれと、この申し入れに関してはどのような受け止めか。まあ、やっぱり冷却ということが停止、一時でもですね、やっぱ停止するというのは非常にやっぱご心配かけるというのは我々としてもですね、重々分かっております。まあ、ただ、当然ながら今回海水系のところで当直員が見つけて、まあ、それをなんとか今はまあ、暫定的な措置で止めていますけども、やっぱり本格的に止めなきゃいけないとなるとですね、どうしても一回停止をしてということになってしまったということは非常に我々としてもですね、申し訳ないというふうに思っております。ただ、まあ、悪いところをきちんと直してですね、なるべく早いうちに直して、また通常にも状態に急いでもなるべく早く戻すということが今我々にとっては一番大事なことかなというふうに思っています。それから情報の公開もですね、やっぱり我々気をつけなければいけないのは、単に技術事実だけを伝えるということも当然大事なんですけども、その事実がですね、どういう意味を持つかということをきちんとお伝えしていくというのも大事かなというのも今は思っているところです。要は例えば何かの数値をお伝えするときに、その数値が持っている意味とかですね、そういうのもきちんとお伝えするということにもですね、今後は配慮してやっていきたいなというふうに思っております。はい、他台風対策は大丈夫ですか。
まあ、ちょっと週末にかけてですけども、まあ、非常に大きな台風だとは伺っていますけども、例えばまあいろんな配管揺れるようなところがあれば誇爆するとかですね、あとクレーンなんかは、まあ、至る所にクレーンありますけど、そういうのは必要があれば、場合によったらブーム寝かすとかいうことは今までもやってきておりますし、そういう意味では台風対策はきちんと取れるというふうには思っています。ただ多分もう一つは この台風というより雨ですかね、まあ、雨水が席から漏れるとかなんとかってことがまたご心配されかけないようにですね、まあ、もうすでに雨水のタンク周りの席についてはかなり補強をしてしまっていますので、まあ、去年の秋みたいなことは基本的にはないというふうには思っていますけど、ただまだ例えば JA みたいなタンクを今増設しているようなところは席完全完成しているわけではございませんので、そういうところはですね、必要に応じてまた人をきちんと配置をして対応したいというふうには思っております。ちょっと待ってくださいね、他いらっしゃいますか、あと時間が、じゃあ今挙げてらっしゃる自分だけ4人、じゃあ、先にお二人、まだご質問されてないお二人、前の方から後ろの方、それで時間が余ったらお二人という形でよろしいですかね。どうぞ。赤旗の細川と申します。昨日の原子力規制委員会の検討会でも、まあ、そのトレンチの方の凍結がうまくいってないということで、やっぱりその凍土壁の今影響があるというかなり厳しい意見が出ていると思うんですけども、こういった厳しい意見に対してどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。まあ、当然いろんな技術がありますので、その技術をですね、いろいろ駆使して作業を進めているところがありますけども、やっぱり、まあまあ、実験室レベルとですね、やっぱり実際の現場というのは違うということは我々重々認識してですね、念には念を入れて事前の検討、それから計画を進めていくというのは我々のある意味反省材料ではあると思っています。ただこれから凍土壁どん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 掘削を進めてまいりますけども、これについてもですね、計画、まあ、来年の春ぐらいからなんとか凍土壁の形成に入れるようにきちんとですね、計画的に作業を進めてまいりたいというふうに思っております。はい、じゃあ後ろの方。日経新聞の及川と申します。まあ、ちょっと今のお答えでいけた部分もあるんですけれども、まあ、凍土壁についてはいろんな懸念も出ているわけですが、まあ、改めてですね、この汚染水対策の中での、まあ、御社にとっての凍土壁の位置づけというか、まあ、期待も含めてどういうふうに意義があるのかというのを改めてちょっとお聞かせください。今の汚染水対策って、まあ、大きく分けると3つだと思ってます。まあ、3つというか、1つはやっぱり当然1日400トンとか以上、それ以上のですね、地下水が建屋の中に入って汚染水が出てるわけなので、まずこの地下水の流入を少しでも減らすっていうのは、これは非常に大事なことだと思います。入ってきた水がそのまま汚染水になってるっていうことからすると、これを減らすことによってトータルの汚染水の量は減りますので、まずそれが非常に大事だというふうに思います。で、まあ、その中で一つは地下水バイパスすでに稼働させていただいてございますけど、やっぱり凍土壁も一つの 対策ですし、まあ、こういういろんなですね、対策をきちんと打っていって、まあ、一つの対策に、まあ、なんていうんですかね、偏らない、打てる対策はなるべくたくさん打つというのが非常に大事だと思っています。そういう意味の中で言うと、凍土壁というのは私は非常に重要な一つの手段というふうには考えてございます。はい、じゃあ、残り2名で締め終わりにさせていただきます。で、1問ずつで、すいません、時間があれですから。先ほどの凍土壁の答え正面でお願いいたします。先ほどの凍土壁の件なんですけれども、通常は定期点検等で完全に全部止めてメンテナンスをやると思うんですけれども、今回事故後そういった作業をしてないと思うんですが、そういった今までの定期点検に代わるような作業が今後必要になるんでしょうか、ね、あるいはそういったことをしていない影響というのは今後いろいろな補給類で出てくるものなんでしょうか。あんまり消化してなかったかもしれませんが、実は5、6号機については確かに震災前ともう状況がガラッと変わってしまっていますので、通常 の1年間運転したら燃料交換のためにプラントを止めて定期検査に入ると
というやり方は基本的に取っていませんが、大体おおむね1年ごとにですね、計画点検というのをやっています。その中で、特に冷却系を中心にということになりますけども、できるところできちんと点検をするということの基本線は変わっていません。で、今回のバルブについて、ちょっとトラブルがあったバルブについては、やっぱりこれも平成27年度にですね、点検をする計画を実は持ってまして、私としてはもう少し早く、これはちょっと原因をこれからバルブを分解してですね、原因を見てみなければ分かりませんけども、もう少し早く点検するのが必要であればですね、そういうことは今後また考えていく必要があるというふうに思っております。すいません、1問だけ、TBS ラジオの崎山と申します。汚染水の話ばかりだったのであえて聞くんですけれども、将来 その核燃料、原子炉の中の燃料取り出しに向けて、原子炉の格納容器の補修、どこが壊れているか見つけて補修しなければならないと、それも当然並行してやらなきゃいけないと思うんですが、それは現状大まかに言うとどんな感じだというふうに所長は見ていらっしゃいますか？これは非常に難しい問題でして、やっぱり人がすぐに入っていってですね、ドアを開けて中を見るというふうな単純な話ではございませんので、やっぱりロボット技術みたいなところもですね、どん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 これ開発を進めてですね、成熟させていかなければなかなかできない話ではあると思っています。ただ例えば1号とか3号でですね、一部漏れているところが見つかってございますので、漏れているところさえ見つかってしまえばですね、今度はそれに向けてのこれをどうやったら止水できるかというふうな検討が場所を特定してできていきますので、そういう意味ではですね、1号と3号見つかってよかったなと思っていますし、今後もですね、やっぱりロボットなんかを使いながらですね、なるべく早く漏れ箇所の調査というか、そこら辺は進めていって、とにかくどういう形で漏れているかとか、どこが漏れているかということをまず知ることが一番大事かなというふうには思っております。はい、わかりました。はい、すいません、じゃあ以上をもちまして小野の方は退出させていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日ちょっと具体的に教えてください。はい、凍土壁自体はですね、ブロック13ブロックぐらいに分けてそれぞれ並行してですね、作業を進めていこうと思っていますけど、もうすでに、6月の初めからですけども、山側ですね、山側というか、どう言ったらいいのかな、北側のラインですかね、そちら と、あと山側の方とですね、そちらの方で今工事を進めているような状態です。今後どんどん掘削の機械を投入していって、掘削 の量というか本数はどんどん増やしていきたいというふうに思っています。あと一部報道で一部報道で凍土壁が凍らずに汚染水などが漏出する恐れがあると報じられているんですが、そういった不安要素はあるんですか？まだ凍土壁自体はですね、すでに実証試験もやっています。でその中でもきちんと地面が凍るということは確認してございますので、今の時点で私は凍土壁がうまくいかないというふうなことはあまり考えていません。わかりました。じゃあ角地さんどうぞ。すいません、じゃあすいません、こちらすいません、福島中央テレビの山内と申します。3点ほどすいません、暑さ対策なんですけど、暑さ対策で、具体的にそこを埋めてしまうということです。ですから最終的な目標をですね、見失わないで、例えば凍らないということであればですね、それなりの対策がまた別に取れるということもありますので、そこら辺はきちんと何て言うんですかね、いろんな対策、凍らせるということに固執しないでいろんな対策を考えていきたいというふうには思っています。あともう一点なんですが、すでにですね、トレンチとか配管などその埋設物が800箇所あると言われてまして、今度ですね、170箇所がトレンチ管とライン上に重なっているという指摘があるんですけども、その重なっているとかなりその工事が大変だと思うんですが、安全性の担保というのはどういうふうに考えていますか？工事というのは埋めるときに、凍土壁のことをおっしゃってますか？いや、ライン上に170箇所重なってますよね。ですね、埋めるといってもですね、それは使う例えばグラウト、コンクリートみたいなものですけども、それの多分使い方だと思っています。非常に流動性の高いものから流動性の低いものまで当然ありますので、流動性の高いものを使って、ちょっと時間固まるのに時間はかかるかもしれませんけども、それで私は十分障害物はクリアできるというふうに思っています。はい、
じゃあどうぞ座ってくれば。すいません、TBS ラジオの崎山と申します。2つお願いします。今から堂々射精壁見るんですけれども、堂々射精壁の作業者の中には、結構特殊な技能のある方もいて、そういう方が被曝量多くなってしまって作業に出れないということになると困ると思うんですが、どういう被曝の低減対策をやっているのかということと、あと5号機が今使用済み核燃料が冷却できない状態になっているというふうに昨日の時点では聞いてたんですが、これは現状どうなっているのでしょうか。この2つを凍土壁の関係のですね、被爆の関係はこれは我々としても非常に大事な問題だと思っています。作業員さんに余計な被爆というか不必要な被爆は絶対させたくないと思っています。でそういった意味で今いろいろ被爆のですね、低減対策を打っているところです。現場に行っていただくといろんなところに遮蔽帯が置いてあるということがお分かりいただけるかと思いますけれども、それによって一応その遮蔽帯を置く前よりはですね、5分の1とか結構な遮蔽効果が得られてはいますけれども、それにとどまらないでですね、これからどんどん被爆の低減対策というのは打っていきたいと思います。それと合わせて作業員さん一人一人の被爆管理というのも非常に大事になりますので、当然おっしゃられたようにある意味非常に技能を持った作業員さんですので、そこら辺はどのようなことをされているかということと、あと実際その対策をやることによりこの作業員の方 このミスが減ったりだとか、怪我をしたりだとかっていうのが減っているかどうか、あと一点その熱中症の数自体はこの暑さ対策をやって、どのような感じになっているか、この3点でしょうか。本当に暑くなる時期というのはこれからだと思っています。で去年おととし熱中症対策ということを中心にですね、暑さ対策いろいろやらせていただいてますけども、一つは装備的なものですね。例えばクールベストっていう凍ったものをですね、胸の中に入れて作業をすると、要は体を冷やすということを中心な装備をやっていたり、あともう一つは大き、作業する時間帯、これもですね、なるべく昼間の暑い時間、例えば12時から夕方の4時とかですね、そのぐらいまでは作業をしない時間を作って、朝早くから作業を開始してなるべく午前中のうちに作業を終えるというふうなことを工夫としてはいろいろやっています。その中で、当然ながらですけど塩分を取ったり、あと水分を十分取ったり、それから適宜ですね、例えば1時間に1本休みを入れるとかいうふうなことは、これはその場その場のですね、班長さん含めた判断でやっていただいていますけども、そういうことをやりながら一昨年よりも去年という感じで、例えば熱中症の数自体は減っていますので、今年もきちんとその対策を取っていくことで熱中症の数は減らしていけるのではないかと思っています。ただ去年の今頃に比べると作業員さんの数がですね、ほぼ倍近くに増えていますいると言っていいと思いますので、そういった意味でですね、数自体が本当に全部減らせるかというのはまたちょっと考えなきゃいけませんけども、いずれにしてもいろんな対策はできるだけの対策はきちんと取りたいというふうには思っています。はい、じゃあどうぞ。ニコニコ動画の七尾です、よろしくお願いします。2つあるんですが、すでに報道でもありますように 2と3号機のタービン建屋からですね、海側のトレンチに流れ込んだ汚染水を抜き取る作業について、付近の水が凍ってないっていうことがあるんですが、今の最新状況としてはどういった状況でしょうか。まだ水は十分凍っていないところがあるというふうに思っています。ただその原因についてもですね、大体今我々としての推定ができています。その原因をですね、きちんと詰めてその原因に対応するような対策を取るということになるかと思っています。ただ最終的にですね、我々の目標は水を凍らせることではなくて、基本的にトレンチの中からきちんと水を抜いて、そこに